最後です。自分の形で自分のテンポを投げることができたなと思います。どうだった久々の登板。初回点取ってみて、それが今日の試合を決めたポイントだったんです。だいぶ嬉しそうだったね今日。そうですね、まあ、チーム貢献できなかったんで、めっちゃ投げれて、しかも勝ててよかったなと思います。交流戦で初ヒット期待してます。安田さんにバッティングというものを見せたいと思います。会いたいわ、背中。